北条時頼北条時頼は、鎌倉時代中期の鎌倉幕府第5代執権、在職、1246年から1256年、である。北条時氏の次男で、四代執権北条教授の弟、北条時助、第8代執権北条自習、北条宗政、北条宗頼らの父、通称は、五郎、五郎兵城、武衛、左近大武将元。 左神栄、総集、また出家後は、西明寺殿、西明寺入道とも呼ばれた。若くして実父プ寺子と死別したため、祖父、北条康時に養育される。家庭三年、1237年4月22日、11歳に、して、建伏、正位大将軍、九条頼常の変期、第の一時を賜り、五郎時寄を名乗る。同年、のによって、 鶴岡八幡宮北条会でやぶさめを担当。幼い頃から聡明で、祖父、安時にもその才能を高く評価されていた。東鏡には、1241年11月、12歳の時、三浦一族と小山一族が乱闘を起こし、兄、教授は三浦氏を擁護したが、時よりはどちらに加担することもなく生還し、教授は祖父。 安時から行動の軽率さ、不公平を叱責され、逆に生還した時よりは資慮深さを称賛されて、安時から褒美をもらったというエピソードが収録されている。しかし、あずまの成立年代から判断して、この逸話は時よりが、教授の系譜から結果として、 執権を強奪してしまったことを正当化するために作られた総話の可能性があることが指摘されており、奥富隆幸はこのエピソードを後世のデッチ上げと断定している。その一方で、高橋真一郎はこのエピソードで、時りが教授と違って、生還という態度をとったことに、次男という立場から兄に遠慮して、積極的な行動をとらない、時りの立場や性格がうかがえると指摘している。 また、安時から褒美として、村を一つ配慮したことは事実だが、これも、三浦と小山の居酒に対して、適切な行動をしたことに対する褒美ではなく、日頃の活気に対する安時のねぎらいからの褒美であった。1242年に、安時が死去し、教授が後を継ぎ執権となる。その後、時よりは1243年に、左婚証言。 1244年に15以上と昇進。この頃から教授が病気となり重篤になってゆく。1245年、時よりは鶴岡八万宮の大鳥居の見分を行っている。病状をかんばしくない教授の代理として、時よりが本来執権が担当するべき大事な仕事を代行したと考えられる。1246年になると教授の病状はさらに悪化し、 その結果、一門、重臣たちによる、神秘の御沙汰と呼ばれる秘密会議が行われ、時折は、兄教授から、執権職を譲られる。なお、奥富隆幸は時折が、重徳の教授を無理やり引退に追い込んで時折が、権力を掌握したという推論をしているが、高橋真一郎は、当時の時折に、そこまでの政治力はなく、自分に、執権の座が回ってくるに手配できたかは、 疑わしいと会議的な見解を述べている。教授には二人息子がいたが、執権は時よりに譲られることとなった。高橋真一郎は、まだ息子二人が幼いことを憂慮した教授が、自分の意向で、弟時よりへ執権を譲ったと推測している。その後教授は出家し、ほどなく病死した。執権へ就任した時よりだが、この当時、 幕府の政人の中枢にある表情集のメンバーの大半、三浦安村、毛利紀公などが時折を支持していなかった。それから一ヶ月後、前将軍、藤原頼常をはじめとする反北条勢力が勢いづき、還元四年1246年5月には、頼常の側近で北条氏の一族であった名古屋光寺、北条義時の孫が頼常を要して、 軍事行動を準するという非常事態が発生したが、これを時よりは鎮圧するとともに、反徳総勢力を一掃し、七月には頼りを京都に強制送還した宮総道。これによって、執権としての地位を盤石なものとしたのである。翌年、法治元年、1247年には、足立氏と協力して、有力御家人であった三浦安村一族を鎌倉に滅ぼした。 工事合戦。続いて、千葉衆院に対しても、追悼の幕名を下し、カ佐国で滅ぼした。これにより、幕府内において、反法上氏傾向の御家人は排除され、法上氏の独裁政治が強まることになった。一方で、六原丹大法上十字を空位になっていた連署に、迎え、後に十字の娘、火災伝と結婚、自衆、宗政を設けている。 県庁四年二百五十二年には第五代将軍藤原頼次を京都に追放して新たな将軍として小佐賀天皇の御子である宗片親王を擁立した。これが親王将軍の始まりである。しかし時よりは独裁職が強くなるあまりにご家人から不満が現れるのを恐れて県庁元年二百四十九年には表情集の下に 引付集を設置して、訴訟や政治の構成や迅速化を図ったり、京都大番役の奉仕期間を半年から3ヶ月に短縮したりするなどの融和政策も採用している。さらに、庶民に対しても救済政策をとって、積極的に庶民を保護している。家柄が低く、血統だけでは、自らの権力を保障する、正当性を欠く上氏は、部民。 全政を強調し、標榜することでしか、支配の正当性を得ることができなかったのである。高原元年、1256年3月11日、連署の法上十字が辞任して出家した。このため3月30日に十字の異母帝、法上正村を、新しい連署に任命した。7月、時よりは、内々のうちに、出家の準備を始めた。8月11日には所長 タスクがした9月15日、当時流行していたマシンにかかり、9月25日に時よりは回復したが、娘も同じ病気にかかって10月13日に創生した。11月3日、時よりは赤痢にかかった。11月22日に昇降状態となったため、時よりは、失権職をはじめ、武蔵国務、侍ど別党、鎌倉小町の邸宅を、 義兄の宝条を長時に譲った。この時、着手の自習はまだ六歳という幼児であったため、目代、代理人として長時に譲ったとされている。十一月二十三日の虎国、午前四時頃、時よりは、西明寺で出家し、佐藤両坊道隆と合した西明寺入道とも言われる。ただし引退、出家したとはいえ、幕府の実権は依然として、時よりの手にあった。 このため、出家引退の目的は、弱視、自習への権力以上と後継者使命を明確に、するためで、朝廷と同じ陰性という状況を作り上げる、ことだったとされている。時よりの出家と同時に、結城朝広、結城時光、結城朝村、三浦三森、三浦誠司、三浦次連、二階堂高安氏、二階堂行綱、二階堂行忠だらが追って出家したが、これは、 幕府の許可しないうちに行われたため、出資停止の処分を受けた。11月30日、時よりは逆手の法要を行って、死後の冥福を祈り、出家としての立場を明確にした。あ、元2年、1257年1月1日、幕府恒例の儀式はすべて時よりが取り仕切り、将軍の宗方親王も、見行き始めとして時より屋敷に出かけた。 これは時よりが依然として最高権力者の地位にあったことを示している。2月26日には自習の減服が行われた。この2年後には自習の道母帝、宗政も減服し、さらにその2年後には自習、宗政、字、タスク、宗よりの順に、子息の序列を定めた。これは、性質と側室の子供の位置づけを明確にし、 後継者争いを未然に防ぐ目的があった。このように引退したにもかかわらず、時折が政治の実権を握ったことは、その後の北条氏における特宗先生政治の先駆けとなった。時折と十字は引退したとはいえ、それは名目上のことでしかなく、幕府の序列は相変わらず1、2であった。つまり時折の時代に私的な特宗への権力集中が行われて、 失権、連書は境外化したのでる。校長三年、1263年11月8日に、あずまに時よりの病気の悪化を示唆する記事がある。このため、これ以前から重病であったと推測される。このため、時よりの回復のための様々な祈祷が行われ、等身大の千時間の恩母殺像が供養された。11月13日、時よりの病状は、 深刻になり、様々な祈祷を総動員して、病気治癒が祈られた。しかし11月19日には、帰徳となり、時よりは心静かに臨終を迎えるため、翌日催明時期家庭に移り、看病のためにそばに控える7人の家臣以外には、見舞いに駆けつけることを禁止した。11月22日犬国、午後8時頃、時よりは催明時期家庭で死去した。 去年三十七、ずまかには臨終に際に、けさをまとい座禅を組み、阿弥陀如来像の前で息を引き取ったとされる。母、猿木極母、加西殿母、辻殿母、不祥、時よりは質素かつ堅実で、宗教心にも厚い人物であった。さらに、執権権力を強化する一方で、御家人や民衆に対して、 前生を敷いたことは、今でも、名君として高く評価されている。直接の交流こそなかったが、無学祖元、一山一安氏などの前僧も、その人徳、異性を高く評価している。このような経緯から、脳の、八の木に登場する人物として、有名な、海国伝説で、時よりが諸国を旅して、民情視察を行ったというエピソードが物語られて、いるのである。 一方で、元織のりながなどは、国学者の観点から忌避し、荒井白石も、著作の、読書論の中で、後世の人々が名君と称賛するのが理解できない、と否定的な評価を下している。時よりは、南宋の僧侶、乱慶道高を鎌倉に招いて、県庁寺を建立し、その後、骨安船を、第二世西骨安船より司法している。法治二から三年。 1248年から1249年にかけて、道元を鎌倉に招いている。石進は、聖人君子である、北条康時と比較すると、強行手段や、悪辣なことも多くやっている、長井道子は、二面性がある、小説で書くと良い人だか、悪い人だか分からないと言われる表している。高橋新一郎は、とにかく真面目で、責任感が強い、 と評している。日付イコール旧歴、法上市法上市による一時付与についても参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。